変わってこちらです。キーワード、矯正医療。この言葉を聞いたことがあるでしょうか。矯正医療とは、刑務所などの中で受刑者に対して行われる医療のことです。今回、松山刑務所の矯正医療の現場をテレビ愛媛のカメラが特別に許可を得て撮影しました。塀の中の医療の役割と意味を考えます。体調はどうですかね。まあまあですか。医師の診察を受ける車椅子の男性、刑務所に収容されている受刑者です。ここは松山刑務所の中にある診療所。持病を抱えていたり、体調に異変があったりする受刑者のための特別な医療施設です。矯正医療と一般に言われておりますのは、刑事施設が収容されている受刑者に保健衛生や医療を提供することを言います。刑務所など犯罪を犯した人たちを収容する矯正施設では、刑期を終えた後スムーズに社会復帰できるよう受刑者の健康を維持することが義務付けられています。そのための医療費や薬代はすべて国費で賄われています。東温市にある松山刑務所は、主に初犯の受刑者を収容しています。現在入所者はおよそ550人。このうち65歳以上の高齢者は全体のおよそ1割を占め、矯正医療の現場にも高齢化の波が押し寄せています。ここはですね、病棟といいまして、高齢であるとか健康面に不安を抱えていると、そういったものことを理由として、工場の方での集団生活になかなかついていくことができないというような人たちをまとめて集約して収容していると。病棟の廊下には転倒を防ぐための手すりが、浴室には車椅子のためのスロープが設けられています。高齢の受刑者には食事の面でも配慮が。左が一般の受刑者、右が高齢の受刑者の昼食です。高齢者用の昼食は、魚の身がほぐしてあったり、麦と白米をおかゆに変えるなど、食べやすい工夫がされています。高齢の方なんかっていうのは、歯がない人であるとか、飲み込む力が少しこう劣ってしまっているような人も多くいるので、そういう人たちに対応できるように、個々人の健康状態等に合わせて、食事の内容も変えていると。中には自分一人で食事や排泄ができない受刑者もいて、松山刑務所では他の受刑者が介助を担当することがあります。松山刑務所では受刑者の社会復帰のために職業訓練を多数実施してまして、
そのうちの一つに介護福祉士実務者修習修了証明書というのがあるんですけれども、その職業訓練を受講して資格を取った人が病棟もしくは他の高齢の受刑者を集約しているような工場があるんですけれども、そういったところに配属されて受刑者間の介助を実施していると。まず入ってすぐに、診察を待つ受刑者の控え室があります。ここに格子があって当然鍵もかかるようになってます。はい、でこちらが診察室。看護師の男性が案内してくれたのは松山刑務所の診療所です。ここは薬局になります。病院とか町の薬局に比べると薬の種類はすごく限られてはいますね。自己管理できる方はもう本人に手渡して自己管理していただくんですけども、それができない方もいらっしゃるので、その時は職員が管理して投与するという形を取っています。診療所では内視鏡やレントゲンを使った検査もでき、常勤の医師のほか週に1回外部から歯科と精神科の専門医が診察に訪れます。一般的な診療所などと大きな差はないと思います。定期的な健康診断を行っていたりとか、あと収容者 の体調が悪い時などには診察をして、で必要に応じて検査をしてます。体調はどうですかね。まあまあですか。年相応中か。そう。年寄りどうなんですね。90になるともうこんなもんですかね。松山刑務所によりますと、受刑者の病気で最も多いのが高血圧などの循環器系で、次に精神および行動の障害、呼吸器系などが続きます。あまり自身の健康に無頓着であった人などが入ってきて、でここで診察していく中で病気が見つかるということもありますね。現在松山刑務所の診療所には医師が2人、看護師が3人、薬剤師が1人、そして准看護師の資格を持つ刑務官が3人います。以前刑務官が中心だった看護体制は受刑者の高齢化や生活習慣病の増加などを受けて見直され、10年ほど前から常勤の看護師を配置しています。矯正医療に携わることによって、患者さんの、心と体を整えるだけではなくて、その改善構成とか、社会復帰に向けても貢献できるということに今はすごくやりがいを感じてますね。罪を犯した人なんですけれども、一人の人間として見て看護をすることを心がけてはいますね。去年、刑務作業の義務がある懲役刑と義務がない禁錮刑を廃止し、拘禁刑に一本化する刑法の改正案が国会で可決され、今後2年以内に施行されます。拘禁刑では木工や要塞などの刑務作業が義務でなくなり、高齢の受刑者には認知症予防のトレーニングを行うなど、社会復帰や更生に向けた指導や教育により重点が置かれることになります。そういった取り組みを実際に有効に行っていくためには、まずもって受刑者の健康管理、これが適切になされていなければならないと。高齢者とかを受刑生活の中でいかに健康な状態で出所させることができるかというのも、これまで以上に必要になってくるかと思っております。刑罰の意義や
刑務所の役割などが改めて問われる中、矯正医療の現場にも時代に合わせた変化と理解が求められています。